日本のヤマハ PSRSX900 と PSRSX700 の機が2019年10月に登場します。ソフトウェアの新しいアップデート機能はあまり公開されていませんが、ハードウェアは大幅に改善されています。1.7 インチのタッチスクリーンに、ジェノス A2000A3000 のような4方向ベンド3ドット声を加えるリールクラス3ループコード、ジャズ、ファンキー、EDM タイプを満たすために非常に満足して、自動的にアコードを実行します後、USB は機関の表面及び機関の全部の2つの港が装備されています。ユーザー 4GB のメモリ。7、RAM 1GB のサンプルは拡大したいと考えています。8ドットボタンのデザインが変更されたため、前面の外観は前の行よりもプロに見えます。9、6つの割り当て可能なボタンがあります。任意の機能を取り付けます。このタッチスクリーンで複数のステップを押すのではなく、一部の機能を直接操作する必要がある可能性があります。SX900、SX700 と S975 及び S775 との比較情報。モジュレーションホイールとピッチホイール、1337ボイス、56ドラム、SFX キット、480XG、1090ボイス、55ドラム、SFX キット、480XG、R1、ラッコ、R3、L キーボード部品。対 R1、ラッコ、L のみ、8つのインサートエフェクトスロットそれぞれ30ユーザー設定のマスターコンプレッサーとマスター EQ、5ユーザーコンプレッサーと2ユーザー EQ。コードルーパー機能スタイルセクションリセット機能 Bluetooth オーディオ 1GB の拡張音声メモリ、対 768MB、MIDI ソング容量あたり 3MB、対 300KB、4GB の内部メモリ、対 13MB、WAV 及び MP3 オーディオ録音、対 WAV のみ、329マルチパッドバンク、対 308D メイン L&R 回線出力、及びサブ L&R 回線出力、メイン L&R のみ、15W プラス 10W。かける2アンプ、対 15W かける2のみ、USB とデバイス X2、対 X1、プレイリスト、対ミュージックファインダー、PSRSX700 と PSRS775 の比較 PSRSX700 1337ボイス。56ドラム、SFX キット、480XG、986ボイス、41ドラム、SFX キット、480XG、8インサートエフェクトスロット、対5。コードルーパー機能 Bluetooth オーディオ 1GB の拡張音声メモリ、対 400MB、4GB の内蔵メモリ、対 1GB、329マルチパッドバンク、対226、メイン L&R 回線出力。およびサブ L&R 回線出力、メイン L&R のみ、拡張オンバスピーカー、15W プラス 10W、かける2アンプ、対 15W かける2のみ、USB とデバイス X2、対 X1、上位モデルへのステップアップ。ジェノス9インチ TFT カラーワイドタッチディスプレイ、7インチ非タッチ、OLED ライブコントロールビューサブディスプレイ6つの割り当て可能なノブ、2対9浅いナブルスライダー6割り当て可能なボタン AWM ステレオサンプリングプラス AEM テクノロジー、対 AWM ステレオサンプリングのみ、スーパーアーティキュレーション2ボイスレボ。
ドラムアンサンブルの声28挿入効果。この機密情報をご覧いただきありがとうございます。